はい、こんにちは。今日は、まだ天気が良くなってきたのでですね、ライドに行きたいと思います。今日行くのは、この、戦車道ですね。尾根間を経由して、できれば玉沢まで行きたいんですけど、ちょっと様子見ながらっていう感じで、今日は走っていきたいと思います。本当いいよね、ここ。いや、いい感じです。このね、落ち葉の感じ。なんかいつもここで撮ってるね、気がするけど、最高ですね。あ、サイクリストだ。じゃあ、見てこの落ち葉、もう最高でしょう。永遠とこの道が続いてほしい。いつもここを通るたびにそう思います。ゼブラコーヒー到着。自転車置いていきます。バイクラックもあります。結構いろいろとある。もう食べてちゃおうかな。どうしてもね、尾根間走るとね、トレーニングになってしまうんですよね。なんかこう後ろから追われたりするとですね、どうしてもこう抜かれたくないという競争心をですね、結構煽られまして、なかなか、ゆっくりと走ることができないっていうのが、悩みの種でございます。これがフレンチプレスコーヒーで、こっちが、ハムとチーズの、パニーニですね。ハムとチーズのパニーニを頼んだつもりなんですけど、中になんか卵が入ってる。すげえこれカロリー取れますね。いやー、超絶綺麗ですね、卵。今あっちから来ました。で、今度あっちに行きます。12号線っていうところを走ってたんですけど、なんと鬼太郎広場、こんなのがあるみたい。うわー、鬼太郎がいるよ。これが鬼太郎の家だそうです。ちゃんとこういうあれがあるんですね。郵便ポストがありますね。さあ、やってきましたのが調布の飛行場ですね。ここ公園になってるんですけど、これは何だ？味の素スタジアム。味の素スタジアムですね。ここが武蔵野森公園だそうです。すごい大きい公園ですね。近くに飛行場があるっぽいんですけど、目の前に見えるのが多分味の素スタジアムですよね。すごいですね。確かここあれですよね、オリンピックのスタート地点だったとこですよね、ロードレースの。めちゃくちゃいいとこじゃないですか、ここ。あ、すごい飛行機だ。調布工場なんですね。
迫力。あれなんだ、練習してんのかな。クリーンズロード戻ってきあそこが読売ランドだから、多分ぐるっとこっちが大回りしてきたんですね。で、あっちが八王子。今日の動画は、尾根間走って、その後調布飛行場で飛行機を見て多摩祭で帰ってくると、そういうライトでございました。まあ、引き続きこういったライト動画やっていきたいと思いますので、チャンネル登録よかったらいいね、評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。